琵琶湖浜大津方面、川ホーム上栄町駅は、滋賀県大津市察の辻にある、京阪電気鉄道京神線の駅。駅番号は、OT35、千鳥式配置の2面2線のホームを持つ、地上駅。踏切を挟んで南側に、琵琶湖浜大津方面行きの駅舎とホーム、北側に五両方面行きの駅舎とホームがある。自動券売機及び IC カード用のカードリーダーが、 双方のホームに設置されているほか、ビワ湖浜大津方面行きのホームには乗り越し生産機も設置されている。ビワ湖浜大津方面行きのホームへは緩やかなスロープがあるが、五両方面行きのホームへは階段しかなく、バリアフリーにはなっていない。スルッと関西対応カードが利用可能だった頃は、浜大津駅から東駅まで乗車した場合、乗り越し生産機で運賃を引き落としていた。 駅係員は、平日の朝のみ配置される。両、ホームとも有効長は4両。乗り場番号は設定されておらず、公式サイトでは、琵琶湖浜大津方面乗り場、5両、うず天神川方面乗り場という表現が、なされている。琵琶湖浜大津方面、川ホームは、大阪2丁目長年にわたり3条大橋、古川長官が借り業とされてきたが、公文書で、 本開業であることが証明された。大津線駅係員派一時間警犯、京神線上栄町駅構内図警犯電気、鉄道。2018年3月17日閲覧。出店、京犯100年の歩み資料編105ページ、駅物上工人員の推移、かつての車内等に掲示されていた、路線図には JR 西日本への乗り換え駅とされていた。現在は、 その記述はないものの、振替輸送の案内には記載されている。出典、軽反駅をき広報誌、K プレス2011年4月号7ページ。ありがとうございます。